はい、こんにちは。今日はですね、子どもの頃の体験が大人になってからの人生を大きく左右するっていう、まあ、そんなお話をしていきます。幸せを感じるポイントっていうのは、メンタリストの DAIGO さんなんかも結構 50% ぐらい遺伝で決まっているみたいなお話をしていらっしゃるところではあるんですけれども、今日は今回そのお話をですね、除いて、幸せを感じるポイント、その遺伝ではない幸せを感じるポイントとか、メンタルの強い低いとか、強い弱いですね、なんで低いで強い弱いとか、あるいはまあ離婚率までっていうのは、結構親によって決まりますよということですね。今よく言われるのが、離婚率って、その親が離婚したその子供のまた離婚率っていうのも高かったりっていう傾向あったりするんですよね。でそれはなんでかっていうと、それはメンタル云々とかっていうことではなくて、親が離婚しているから、その日常の中で自分が結婚した後に離婚することっていうのが、変な言い方ですけど、普通だなっていう感覚が身につくんですよね。だから2回3回っていうのを罰がついたりとかして再婚したりとかっていうのが、まあ、当たり前になっているというようなことが言われたりとかもしてます。まあ、そんな話は置いといて、今日はですね、まずマイナスの行動から、それによって大人になってどういう悪影響を引き起こすのか、で反対にどういう行動をしてあげるとメンタルを良くしたりとか幸せを感じるポイントを上げれるのかっていう、その2段に分けてですね、2段に分けてお伝えをしていきたいと思います。まずはマイナスの行動とかっていうのは、病気を引き起こしたりとか、将来非行に走らせたりとかっていう傾向が高くなってしまうと。で、それは親の言ってどういう行動なのかっていうことを、まずは、9つですね、挙げてやっていきたいと思います。まず1つ目はですね、まあ皆さん聞けば全部、あ、そりゃそうだよなって思うんですよ。ところが意外と自分の感情とか、今の状況っていうのを優先して子供に当たってしまうっていうケースがあったりとかするので、そこはぜひ注意していただきたいと。あ、でごめんなさい、で前提としてこの動画どういう方に見ていただきたいかっていう話なんですけど、今小中高生の人たちにぜひ見ていただきたいですし、で親にはこういうことやらないでくれ、逆にこういうことやってほしいというリクエストをぜひこの動画を気にしてほしいと。で一方で子育てをされている方だったら、子供に対してこれをやっちゃいけないな、そしてこれをやってあげるべきなんだなっていうことをぜひ学んでいただけたらと思います。僕もこれから父親を目指していくところになりますんで、子供には決して今から言うようなことはやらずに、そして後半に言うようなことをやってあげたいなというふうなことを意識して子育て頑張っていきたいと思います。はい、皆さんで頑張っていきましょう。で今日はそんなお話です。でまず9つと言ったんですが、どんな行動かというと、身体的虐待ですね。まず1つ目は身体的虐待、これはもうシンプルに殴るとか蹴るとかですね。はい、でそれから2つ目、精神的虐待です。罵倒するとかですね、罵るとか、あるいは、恥をかかせる、子供に何かこう挑戦、失敗するって分かってるのにわざとなんか無駄な挑�戦をさせるとか、そういうことですね。それから3つ目、性的虐待、これは言うまでもなく、よくあるやつですね。お父さんが娘に点々点みたいなことですね。それから4つ目、身体的ネグレクトと、食事をさせないとか、食事抜きとかよくありますよね。あんた悪いことしてから晩ご飯抜きよとか、これ絶対やっちゃダメですからね。それから怪我をした時とか病気をした時に病院に連れてってあげないとか、その治療をしてあげないとかですね、そういうのも身体的ネグレクトっていうマイナスの行動になったりします。それから5つ目は感情的ネグレクト、代表的なのは無視をする。ねえねえママって言って淡々と料理を作っているとかですね、っていうようなこういう無視っていうのもよろしくないと。それから6つ目は両親自身の精神病ですね。統合失調症とかうつ病にかかっているってなると、実はその子供もうつ病にかかりやすくなったりとか、統合失調症になりやすくなったりとかするので、ぜひ、これを見ているお父さんお母さんの皆様は、ご自身のまずはメンタルっていうのを大事にしてあげてください。それから7つ目が親族の逮捕っていうところですね。はい、これに関してはですね、私の、父方か母方かとはどっちかとは言わないですけれども、なかなかな親族がいたりはするんですけどね。とは言いながらもですね、私の両親は本当に素晴らしいところですので、ここはなんとか乗り越えてくれたのかなって今思ってもすごく感謝ですけどね。はい、それは、置いといてですね。それから8つ目、両親の薬物乱用、そして9つ目に両親の離婚というところで、この9つに当てはまっている、これは1つでも当てはまってくると、大人になった時の子供の
今から言うようなリスク率、リスクっていうのを高めてしまう可能性があると言われています。まずは何かっていうと、大人になってから運動不足になりがちになります。それから2つ目に喫煙の可能性が高まると、喫煙って結局は体には良くないって分かっててもどこかでストレスの吐き口としてタバコを吸うっていう行動が行動につながったりとかしてしまうんですよね。僕はタバコ吸ってるような人間がいたら、別に罰金とかお金はいらないから、その代わりまた副流煙で我々の命を削られてるんだから爪の1枚2枚剥がしてもいいくらい、剥がしてもいいという権利をくれないかなっていう、ちょっとサイコパス的なこと言いますけど、でも本当それくらい欲しいんですよね。あるいはもうなんか監禁してですね、なんかこの間もごめんなさいね、話が途中で切れてしまって、この間も電車の中で、いや我々喫煙者はなんか肩身が狭いですよねって、喫煙室なんかに押し込まれてとか言ってるんですけど、喫煙室なんて優遇スペースを与えられてるのになんで文句言える立場なんだって個人的には思ったりするんですよね。だってそのスペースがあるから本来だったら買い物できるようなそこに何か作れたりとか、あるいは本屋さんだったら本を読むスペースとかって作れたりするのに、タバコを吸うという全く何の生産性もない意味のない、ただ命を削るだけの行為のためにそのスペースっていうのを作ってあげているにもかかわらず、そうやって文句だったらタバコやめちまいっていう話なんですよ。とかそもそもタバコなんか吸うもんじゃないですからね。その個人的な話はすいません、脱線しました。置いといて、運動不足、喫煙のリスクが高まると、それからアルコール依存症になりやすくなったりとか、ドラッグに手をつけやすくなってしまったりとか、肥満傾向になったりとか、あるいは今から言うような病気、糖尿病とかうつ病とか性感染症ですね、それから心臓病とかがんとか脳卒中にもなりやすくなったりとか、あるいは怪我しやすくなって結果骨折したりとかっていう、あらゆるリスクが、高まってしまうというところなんですね。だから、先ほど言ったような9つっていうのは今言ったようなリスクに引き起こしてしまうので、もう絶対意識して、やっていくと、意識してやったらダメです。ごめんなさい、やらないようにしてください。絶対やったらダメですよ。はい。それから一方で、逆に反、いい体験、今のような運動不足のリスクを下げたりとか、あらゆる病気のリスクを下げたりとかっていう体験は一体何なのかっていうと、大きく6つ上がってきました。ごめんなさい、7つですね。大きく7つ上がってきました。で、何かっていうと、まずは1つ目、家族に自分の感情を話せる環境かどうかですね。何か例えば、いじめがあった時に、今私辛いんだよねっていうことがきちんと素直に話せる環境かどうかっていうことがまず大切です。それから2つ目に、トラブルが起きても家族のサポートがあると。これは具体的な例で言うと、もう芸能界に特に引退されて、10年ほど前に引退されてますけど、10年は言い過ぎかな、島田紳助さんの、娘さんがいじめにあったっていう話、エピソードがあるんですけど、いじめにあった時に、もしこのいじめの問題が解決できなかったら、もうこの学校にはいられへんから引っ越そうって言って、サポートをこう、俺やったらこうしてあげるでっていう、提示をしてあげたんですね。結果いじめっていうのは解消して、無事にまた同じ学校に通えるようにはなったんですけど、やっぱりそういうこういうサポートをしてあげますよってことを提示したりとか、あるいはいざ起こった時にもう行動に即移してあげるっていう環境を親が整えてあげる、これ非常に大事になってくるというところになります。それから3つ目、地域コミュニティへの参加。これはもう近所のお祭りとか、もう今あんまりどうなんでしょうね、地域によってあるのかもしれないけど、子供会への参加とかですね。私も大阪に住んでた頃なんかっていうのは、小学生の低学年くらいの頃は、今もなきエキスポランドとかに子供会で行ったりとかはしたりしてましたけどね、そういう地域コミュニティへ積極的に参加することっていうのも大事ですよと。要は同年代の子とつながるっていうのは非常に大事だっていう話ですね。それから4つ目に、部活などのグループでの、部活など学校でのグループへの参加ということです。これは生徒会とかもありますし、帰宅部だったら帰宅部のその部活に所属してない人たちでコミュニティ作るって、これも大事だったりしています。これは3つ目と同じで、同年代の人たちと積極的に関わるっていうのが大事ですっていう、そんなお話ですね。それから5つ目は、友人からのサポートということで、何か、友達同士で喧嘩してしまった時に、どんまいどんまいそういうこともあるよみたいな感じですね。たら明日はきちんとお前から謝った方がいいぜみたいな、こうきちんと諭してくれたりとか、あるいは何か問題が起こった時にきちんと守ってくれる、その友達のがいるかどうか、これも大事になってきたりします。それから6つ目に、自分に興味や関心を注いでくれる人っていうのが両親ですね、お父さんお母さん以外にも2人以上いる場合、平たく言えばおじいちゃんおばあちゃんとかっていう、昔ながらのその昭和スタイルですね。だから磯野家とか、あるいは
桜家ですかね、桜ももこちゃんね、桜まるこちゃん、まるこちゃん、ももこちゃん、桜まるこちゃんとかっていうのはやっぱり お父さんお母さんの他に、おじいちゃんおばあちゃんとか、あるいは、マスオさんとかがいてくれる、マスオさんとか、あ、サザエ、磯野家は微妙か、サザエ家って言ってました僕、磯野家って言ってましたっけ、まあそれはいいとして、磯野家はそのマスオさんもいてくれたりとか、伊佐坂先生がいてくれたりとかっていうところで、 あそこにいる子供たちっていうのは、まるこちゃんとかカツオくんとかわかめちゃんとかいくらちゃん、いくらちゃんタラちゃんですね、はい、いくらちゃんはまた別の家庭だから、タラちゃんとかっていうのが、いてくれるタラちゃんたちがすくすく育ててるのはそういう環境にあるかなっていうところなんですね。まあアニメの話かもしれないですけど、まあ一つの例として提示しておきます。それから最後7つ目ですね、家にいるときに大人から守られている感覚があるということも、非常に大事になってきますよと、まあ、これざっくりまとめると7つ言ったんですが、サポートされているなっていうのを実感できるのと、所属している、どこどこに所属しているっていう感覚を持てているかどうかって、この2つが大事になってきますというところです。で、この6つとか7つの、要素っていうのを体験している人っていうのは、そうでない人と比べた時に2つのメリットがあって、1つ目は大人になってからメンタルを病む確率っていうのが 75% も減したんですね。 75% も減ったという結果が出ています。それから大人になってから社会的あるいは感情的なサポートっていうのを得られる確率っていうのがなんと 350% も高いっていう結果が出てるんですね。つまり対人関係が良くなってるからって言えるところなんですよ。対人関係がいいから、あの誰かに助けを求めたりとか、あるいは普段の振る舞いがいいから、いざという時に助けてくれたりとかっていう傾向が高いというところなんですね。ですから今ぜひ、今言ったような7つっていうのをメインに、お子さんに接してあげてほしいですし、あるいは、子供の立場の方からしたらですね、小学校とか中学校とか、高校生の皆さんからしたら、逆に親に、どこどこに行きたいなとか、こういうことをこういう問題も抱えてるんだけどどうしたらいいかなっていう相談をぜひ持ちかけてみていただけたらなというふうに思います。で、今言ったような7つをなかなかできないと、まあ、7つができないっていうこともないと思うんですけど、7つじゃない行動っていうのはやっぱり複数ありますから、その時に意識してもらいたいっていうのは、サポートしてもらえているっていう感覚を得られるものと、あるいは所属しているなっていう感覚を得られるもの、この2つに属するものだったら何でもいいので、ぜひ体験してみていただけたらというふうに思いますし、体験させてあげてほしいというふうに思います。私の父親なんかでも、まあ、父親とか両親ですね、なんかでもキャンピングカーを持っていたので、その普段の学校で付き合うような友達の他に、小学校3年生くらいから中1くらいまでは、そのキャンピングカー仲間で集まって、同年代の子、まあ、2つ上から2つ下くらいまで の5学年くらいで集まって、よく軽度をやったりとかしてるんですね。学校の友達と別に仲良くうまくいってなかったとかそんなんじゃないんですけど、やっぱり週末どこどこ遊びに行くでってなった時には、その子たちと会うのも非常に楽しみだったりとかしたので、まあ、そういうつながりっていうのも持てるのも非常に大事だったんじゃないかなっていうふうには個人的には思ったりします。ということで、本日はですね、子どもの頃の体験っていうのが大人になってからの人生を大きく左右しますぜっていう、そんなお話をしていきました。ぜひですね、やっちゃいけない9つを避けて、そしてやった方がいい7つっていうのを意識して、その7つっていうのが具体的にパッと浮かばないのであれば、サポートと所属感っていうのを感じられるものをぜひ子どもに与えて、お子さんの立場の皆さんからしたら逆に与えてくれっていうふうにリクエストしてみてください。ということで、本日の動画は以上とさせてもらいます。本日も最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。